ナリーグドジャース3、7ダイヤモンドバックス、2024年5月21日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手、29、が21日、日本時間22日、本拠でのダイヤモンドバックス戦に、2番 DH で先発出場し、2試合ぶり、今季22度目のマルチ安打をマークするなど、4打数2安打1打点。また 今季3度目の1試合2盗塁を決めてメジャー通算99盗塁とし、青木宣親、現ヤクルト、を抜いて日本選手歴代3位となった。しかし、チームは3対7で敗れて連勝は余で止まった。大谷がユニホームが破れるほどの激走を見せてチームの全3得点に絡んでも勝利にはつながらなかった。相手捕手は昨季き、ウォールドグラブ賞を獲得したモレノ。 2投類の激走でユニフォームの左膝や左臀部が破れ、試合中に交換するほどのハッスルぶりだった。チームは51試合を終え、大谷は13本塁打、13盗塁に。シーズン162試合に換算すると、共に41となる。この日の2安打でここまで69安打とし、こちらはシーズン219本ペースとなった。